久保さん、なんかね、人の気持ち変わるじゃないですか。なんか大雪、新潟すごい大雪らしいんですよね。なんかあの、昨日 YouTube のニュース見てたんですけど、めちゃめちゃすごいですね。で、なんかもう、みんな気持ち変わってない。早くスタッドレスみたいな。もうスタッドレスみんな変えたりとか、なんかチェーン買いに来ましたみたいな。変わりますよね、見たら。あ、やべえな、早くやっとかないと、みたいなね。そう。 人の気持ちはね、コロッと変わりますね。ちょっとなんかがあって。うん。だから、なんすかね、あの、10年後、まあ、コロナがもし完全なくなったとするならば、まあ、まあ、マスクはコロッとは変わらんかもしれないけども、そんなのあったっけみたいになるかもしれなってるかもしれないですね。うーん。そう。だからまあ、あどんどん変わりますよね。うん。う逆にその、 今まではマスクをつけることが正義だったけど、今度はね、何年後か分かんないですけど、まだマスクしてるんですかみたいな。おい、マスク外せみたいなね。<laughs> 失礼だろうと。会議中マスクするの失礼だろうみたいなね。分かんないですけど。<laughs> まあから、変わりますからね。いってらっしゃい。